こんにちは、もぐらです。今日はメダカの卵を集める時間帯について考えてみようと思います。何時頃に作業したら一番効率よく卵を集められるのかっていう話ですね。昼間家を出てる人が多いと思うので、昼間ちょっと無視して、あと夜中もちょっと無視して、朝と夕方に絞って考えてみようと思います。で、朝卵を集めるのと夕方卵を集めるのどっちがいいかなんですけど、まあどっちでもいいと思うので、自分の生活スタイルに合わせて、まあどっちか固定しとくといいかなと思います。朝だったら朝っていう風に決めて、夕方だったら夕方っていう風に決めて集めていくといいんじゃないかなと思います。どっちかに決めないといけないっていう状況だったら、まあ、個人的には夕方集めた方が効率よく回収できるかなと思います。じゃあその理由を話していきます。じゃあまずメダカが卵を産む時間帯なんですけど、これ明け方頃ですね。メスがポンって言いながら卵を産んで、でその後しばらくケツのところに卵をぶら下げたまんま泳いでます。で、重要なのはそのお腹から卵が出てくる時間帯じゃなくて、メスがその卵をこういう水草とかのモサモサにくっつけるタイミングなんですよね。多分こういう水草とか自分で作ったモサモサを水槽の中に入れといて、そこに卵を見つけてもらって、でこの水草ごと回収して別の水槽に卵を隔離するっていう人が多いかなと思います。だから水草にくっつけてくれないと回収できないんですよね。まあ手で魚をキャッチしてもぎ取る方式を採用してる人だったらあんまり関係ないかもしれないですけど、メダカを観察してると結構午前中は卵をぶら下げたまま泳いでる選手が多いです。で、昼間の間に、まあ、気が向いた人から順番に水草に卵を産みつけていくっていう感じなんで、だから夕方に回収した方がいいかなっていうふうに思ってるっていうことですね。もしかしたら地域差とか個体群によって差があるかもしれないので、うちは朝の時点でもう水草に産みつけてますっていう人もいると思うんで、それは自分ちのお魚をよく見て判断するといいかなと思います。で、ちょっと補足があって、例えば毎日夕方に卵を集めてる人でその作業ができない日っていうのがあると思うんですよ。例えば自分が体調を崩した時とか、どっか遊び行ってた時とか、あと外が大雨で出られなかった時とかですね。そういう時はその日の翌日に夕方まで待たずに朝のうちに卵を回収しちゃうっていうのもいいかなと思います。昼の間放置しとったらその間に卵が親に食べられちゃうかもしれないからですね。逆に毎朝卵を集めてるって人で翌日もう作業できないっていうのが初めから分かってる場合とかは、その日の夕方にもう一回集めるとかっていう風にするのもいいかなと思います。ということで今日の動画終わります。